確かにこれ、まあ、7566の夢でもできたんですか。あーでも何だっけ、ツイッターって同胞の形にしたいのかなってこっちは思ったんですけど、あでも何でかお話しなまあ行くとかでした。でもなんか携帯を急ぐのじゃなくて、あ、これ切りとかなんですか。あなんか近引きでも切り張りを急いだ方が、あでもいやでも切って手が切るからそれで変わらなかったけど、これよくでも4目とかなんですか。あ、そうですか。さすがにそうそう取れるんですか。でもなんかこういう進行だからこの人も玉座は結構あったような気がしたんですけど、ああいや本譜は本譜のこれがどうなってるかね、全てが変わってる。分的に取ったら銀ですか。銀ですよね。え7六銀。ああなんかその一例がちょっと思い出せなかったんですけど、もう3号譜で食いついてみたいな。いやでもなんかそういう展開だった気がするんですけど、部分的にこうでなんか7六角で、あ、7六銀で、あー角で銀で、あー桂ですか。いやでもなんかちょっと手数が違うのかな、ちょっとこの辺りが、うーん、手数が引いてないかも。手は見合っちゃってますよね、5、6、銀、6、7、6で。ああ、確かに。でも、いや、一応これ見てないで、6、9で割ったんですよ。あれ、普通引いてるんでしたっけ。まあ、引く手が先だったり。あ、じゃあ、いや、そもそもそんなにある将棋じゃないと思うんだけど。ああ、そうですね。味付いたりとかなんか、あ、味付いてました。いや、味付いてそれを高めてなんか応用してるとかもあったと思うんだ。だから最初からこうやって目指す人は結構珍しい。あ、そうですね。あ、そうか、これ付いたんだ。いや、ちょっとなんか動きに桂跳ねるイメージもあったんだ。桂跳ねもついてあ、単にで、歩で、まあなんかそういうのを受け止めがいがあるかと思ったんだけど、単に疲れた、あ、単にですか、具合が悪いかと思って、それでシャキシャキするのもさすがなんかちょっと変わってますよ。あ、確かに。でも同歩は角、同歩ちゃんと取っていくか。そこなんか取ってこないっていうのがちょっと想定外だった。あ、なんか同歩にしたい記憶はあったんですけど、うちもなんか、取ると勢いついてたんですけど、なんか取るとほんとしょうがないのか、なんかついて同歩で切り跳ねるとか、なんかそんな感じの形違うかな、王様か。なんかそうだよね、なんか4人に送ってくれてないとなんかできてしまうし、5歩同歩同桂は勝手に早いだろうし、まあなんかいい引きとか考えちゃうよ。まあついて桂とか、いや本譜が勝ったらついて桂とかになっちゃうんですよね。いやでもなんかついてだったんじゃないですか。あ、いやちょっと思った時何されるのかよく分からなかった。いや銀を角打ってとか、あ、突きないのかな。どっちも死んなかったです。いや、なんかちょっとこれもう月とかが、いや、刺しにくくなっちゃってるからもうしょうがないかと思った。まあでも、こうやってくるしかないか、確かに。まあそうですよ、こういう予定ではなかったです。まあ、固めの予定ではなかったかな。そう、そっち受けてくれますね。角を取ってしまって大体危ないのかなって思って、いや、分かる。いや、そういう展開もあるかと思って、
いや、筋トレぐらいの方が相当ですね。相当抵抗があったけど、でもだって取るとは言えないんだけどな。てか、もうここは言わないから。うーん、本当は取る局面きっと悪いんだけどして。あこれ内地車6が近くになるのか。内地車あ、6が近く。内地車があったか。宇野先生残り40分です。なんか昨日私になるんですか。ああ、なんか誰かとか、とか、だから別に越しても越しても変わんないか。いや変わるよね、多少。変わんないです。いやでもまあ6、8の方を打ちたいですね。うん、そこの時に入りとかでどうか。うん、確かにね、ピューピューさす。かっこいいな。でも本当に気が利かないんですかね。ああ、ここで確かに。本当に残ると思うんですけど。この上がりですよ。残りは。なってのレギューはスマートすぎます。いやいや、それでも分かりません。取って気が金もどっちも。ああ、確かに。それも。まあ、どっちでもちょっと負けなんですよ。確かに、どっちか分かってそう。ここ、いや、2段目の下のやっぱいい位置ですもんね。でも、そうするともうやるとこはないんですよ。確かに。そう、悪いんですかね。やがるぞ。どっか、先ほど差上がっても変わんないのか。しかも、何でも長月になるのか。こっちの悪いですか。いや、なんかこの取り合って4球力の局面ってもうちょっと過ぎてみて。ああ、そうなんですね。ああ、じゃあもうやるところないですね。なるほど。じゃあ形勢判断が悪かったですね。ああ、そうか。めっちゃ形が違うんですね。私の普通の形がきっと。じゃあ玉とか多分上がってきて。まあ確かに玉も普通ではあるけど。何かと勘違いしてるのかな。いやでも普通ですよね。あ、じゃあ同じくらいこれ銀上がりじゃないのかもしれない。あ、銀上がりじゃないっていう可能性は確かに。7個銀上がり歩を取るところで銀上がりの話をしてました。あ、4人得で7六銀で5六角6五歩3七5四角6五歩7三桂みたいなのは部分的には見たことあったんですけど、なんか違う攻めがあるのかもしれない。これで棒銀とか自分から出る。ああ、もうこれで使っていくんですかね。まあ突き落ちにはなるけど、そう、相手プレートが立ちじゃなかった。銀出るとは限らないです。あ、そうです。で、まあ、突き突きとかちょっとお先を変えて、いや、変ですか。でも、銀当たった剣は剣に戻って計算が出ないと。あ、そっか。なんかじゃあ、なんか見えくなるのは、じゃあこの局面だったかもしれないですけど、筆書くみたいなんで、なんか桂うまく使って。そっか。そうか。いや、なんか単に桂取られたら私、玉上がるつもりだったんですけど、なんか取られてからあれだったんで、いや、単に桂だったら、玉のつもりでいったから。桂が、いや、
やっぱ月の地上。ああ、そうかそうかそうか。基本警戒制度。大丈夫なのか。いや、軽犯のイメージも、イメージ。いや、取ってからさ、軽犯がかなったやつだったんですか。取ってくれない。軽犯されていいのか。なるほど。いかにも三国を狙ってそうな。かわいいのか。まあ、確かにちょっと跳ねづらいですね、銀上がってないけど、同歩同銀で8に5しといても結構、そっか、だから歩入って、そっか、これもそうだったのか、うん、もう逆に打ちとかね、どっちかいいかこれ、いやー、どうですか、悩ましいですでもやっぱ今日銀からか上にかけだけでなっちゃうとか。そう、こっちからできるやつか。取らない方がいいのか。いや、なんかそれ気持ちなんだけど。そこの七七桂で銀。銀で角で歩で桂。銀で角で桂で三五角か。そうか、そういう戦術なんだ。そういう時に一駒使うんでしたね。そうか、なんか、いや、チャンスなのかなと思ってたんですけど、あいや、自分でも、たぶん、一回使うそのあれですね、なんか魅力みたいな感じの耐久力で、最初気になって気がしてたけど、いや、この日曜日だとこの日が分かんなかった。あ、そうですよね。この日曜日か、なんか、取っちゃったかな、もう何ですか、ないか。そうか、でもこっちもそんな形勢いいと思わずに玉上がるんでしたね。うん、そう、綺麗に玉を壊した。なんかさすがに直線の上がり、そう、考えたことなかったので、どっちかが悪いんだろうなと思って。あ確かに、健康が保たれてるかもしれないし。そうか、しかし悪いのかな。ちょっとあったら4人玉の、4人玉ぐらいでやりますか。強いのが非常に分かりやすい。ですかね。ここにしびれがあったんでしょうか。多分4玉だと思うんですけど、最前はで、まあ、7一飛車ぐらいでどう攻めるのが正しいんですか。そこまで。あ、そうなんだ。ちょっとってね、この時点で角は悪い手ですね。でも7八金結構増えました、ね。まあそうですよね。もう全然ダメに見えたんで。だからまあ6ですよね、最後。で、飛車の方。そうか。隣に角打って3五歩とか。あ、そうかそうか、そうか。それ考えてたんで、まあそうだそうだ。ここに行こうと思ってたんだ。リスクは普通、うん、確かに、まあ、まだ難しい。はい、あと、ちょっと、そうですね、こっちがそう、本質だと思う。でも、なんか角打つと角打たれるかと思う。ああ、ここで角打ね、かわせ、ああ、さっきにか、この曲だとなんか合わされるかもしれないな。でも気のせいですけど、取って玉上がって、まあ、結局飛車を、じゃあ先に飛車に角ますか。
や、寄る予定だったけど、そっか、やってたね。まあ、なんか3、5分ぐらいで、まあ、難しいっていうか。まあ、難しいのかなって言ってましたよ。16分使われています。どうせ残り30分です。でも、物が手を借りやすいっすか。先手も、でもなんか思ったよりこの銀の方が早かったのが大丈夫でしたけどね。 あっちがやっぱ攻め、二段目の下だったらやっぱり確かに、早いですね。二段目下が一発だった。やっぱり、本当に警官とこの筋で攻めないとしょうがないけど、やっぱり全然攻め合い負けちゃうというか、ここかじれないとやっぱりダメですよ。で、隠れ、隠れつって、結構難易度の高そうな状態だから、それで桂馬取っとくらい、取っとって、同銀、同銀筆を走り出す。うん、ああ、そっか、簡単な例が立つ。まあ、こういうにやっぱりこのラインを打っとくのが厳しいでした。確かに。確かもあるか。確かに非常に声忙しい。そうですね。まあ、なんか攻めだったりするんだけど、ないってことなのか。確かに取り込んだら叩かれるからとか、そんなに気楽に。
切るんだったら5五桂。でもまあかわされてもつくかな。まあ一応確かに。銀はやっぱり甘さで気になるんですかね。まあ石波さんプレッシャーがあるのか確かに。そうか、やっぱりと金が働いてくれないですね。水面下では確かに勝てないっていうか、いやもう結構本当に投了系だったんですけど勝てないとこがあって、ああ、いや確かに何でも銀なり、基本そうで確かに気持ちいったからなかなか安いよ、確かに高効果、高効果確かに、まあでもやっぱり少しは勝ち、まあ粘ってるだけだ、そうか、こんなに安いダメなんだ、はい、やっぱり飛車が大きいんですね、あ、なんか直線で踏み込んで悪かったら何やってるか分かんない、普通だけど、いい玉の方が確かになんか、それの下の銀だと、何とかあるんですかね、そういうの、いや、でも確かにその後は、こういうように来ると、なんかやっぱ次に2玉の方がちょっと気になりますね、まあ、そういう作りになるんですか、なんか序盤がこの、いや、この辺り細かくなと思ったので、まあ、しっかり順位で、たぶん4玉、コンプル4玉上がってその7六銀から3玉っていうのが多分メインに展開してると思うんですけど、3三銀4玉、一番指す、さあ4玉も絶対なんか結構本当に攻めてくるんだったら3三銀上がってこないかもなと思ったんだけど、4人玉4人歩っていうのもカモニアなんですか、わかんないです、今2筋交換されたら、確かにそれ端とかで稼ぐかどうか、